スターターは使わないでファ,ファイバースタートをつ使ってそれって何生まれて何日目ぐらいからやってるの次の日ぐらいからあじゃああ哺乳しながら哺乳している期間からあじゃあもうファイバースタートはもう同時並行みたいな感じで,そうです、ね、1>, 1日どのぐらい食べるの 的にそれって何あれ子牛ってだいたい一頭一頭小屋小屋っていうかあの籠みたいなとこ入れてるじゃないそ,、ね、そこになんかバケツかなんかで入れて置いとくの、うんうん、み普通まあ水とかもやってるけどそ、ね、その水と草と,、ね、草とっていうかそでまあミルクやったほかに、うん、へえ何が違うんですかねんでしょうね<ー>良質な高タンパクな。 ハイレージが早い段階で入ると、そのなんかルーメンのマットの形成だったかサイズが大きくなるらしいです。で書いてある。うん、ファイバーさん。だからやっぱりあれだよね。食い込める？石さえ作っちゃえば、うん、あのー、素子量主体になってもさ。それだけ食い込めるから、うん、やっぱりどうやって食い込める？牛を使えるか？ 作れるかっっていうのがやっぱり一番ポイントだよね装置の管理とかそういうのもあるけどやっぱり外出しても、ね、食い込めなかったら放牧草だけでは買えないもんねあの腹だよねあの腹宝牧場のあの腹うーんあんな風になんないもんね普通ねうちのあれ育成とかの。 予託出してる。うちの牛だけなんか腹たんぱんで丸くなって帰ってる、はあ。じゃあもうそれを出す前にも結構できてんだね。な,なんか素質がね,ね、うんうん。育成って牛舎の中でどういうふな感じで飼ってんの？<れ>さだその予託に出す前って。いつ出すの予託って？に終わったらもう出しちゃうの？出したら一番いいんですけど、6ヶ月以降しか。 あその6か月間っていうのは育成者みたいなところ、ね、出せる入り口、出入り口が一か所しかなくてたこ、うん、にでっかいのが入ってなければ格子は出せるんですけど、うん、たまになんだハラミとか中途半端にでかいやつが何とかいたらそこから放牧地専用の放牧地に出ちゃう。 甲州、うん、が放牧できないようん、なってるん。うん、これがまだ改善の余地があるんですよね、うん、でも基本,基本的には同じ草はサイレージやってるの、うんのそうですね2番とかでもラ,ラップだよねラップラップ,ラップだよねうん<ー>ラップの二番とかなんか,か乾いててもその気候性の良さげな柔らかめの繊維、うん、であれ配合とかは 親と同じやつを何何キロぐらいやるっけ？一日で一キロぐらい。あ一日一キロね。はい、ファイバースタートってのはいつ頃やめるの？そのここにリニューと同時ぐらいですね。リニュー<あ>直前ぐらいでも、はい、自分家のサイレージも置くようにしてだんだん入れ替えていくんで。うんで一ヶ月ぐらいじゃないですか、所。うーん大した金額じゃないです。ルール一個開けてね半分以上ぶん投げるんだ。 うん、そうだよね。それで。それ一袋二十キロぐらい入ってるの?。ぐらいですね。確かに。で、まあ、例えば、一日ちょっとぐらいしか食べないから。二 <laughs>、うん、キロとかずつやってても、結構そんな悪くなんない、ね。なんですね。<ー>袋をぐるぐるぐるってできる。ここうん。すごいいい匂いします。ああ、それニュージーランドの草なの?。なのかな?。ここから持ってきて。そうじゃなす,す,すごいね。うん、マイレージしてます。

年月の感覚がちょっとずれますよね、うんうん。帰ってきた時っていうのは放牧してなかったの?。してたの?。放牧はしてませんでした。やめてましたね。うん、あ母親一人でしかやってなかい。あ、じゃあ労力的にね。うん、じゃあ帰ってきて。あのー、ちょっと囲って、まあ祖母僕的に、まあ始めたみたいな感じ。そうですね、僕は中学校の時はやってたから。その後じゃないですか?。<laughs> うん、や,やめたのがね。うん、こっちから。内地に行った。ぐらい、でうやめたんじゃないですか。で、帰ってきても、うすぐまた放牧始めたの。の帰って来て。すぐ。次の年。うん。二年目か。一、うん、年目はなんか放牧作ったりしたで。二年目から放牧しました、ね。うん。どうでした、最初放牧。して,し,し,てしてない牛を出した時は。全然。 そういうい感じがなくて、て、うん、普通に食べてました。<ー>全部あれ育成の時に予約出してああそれがいいよね、うん、うんそれが決定的だと思う普通に食ってました。うんよくあれ放牧になれるまでって放牧やってよかったと思うまで3年かかるとかってよく言うけど、うんうん、育成もそうやってねもう放牧できるような状態作っとけばね、うん、その普通3年だったらもう最初に。 放牧出したら牛いいななくなっちゃうからね、だいぶねだぶ、うん、それが予託出してれば、まあ、放牧になれた牛が次に続くから、うんうん、それでなんか乳量増えたりとか牛健康になったりとかなんかい,いいことありました、えー、いいことしかなかったいいことしかなかった,っまたじゃあ,あのそのプロジェクトやるまではそんなに細かくは分けてなかったそうですねそれでも <laughs> 大まかに2ヘクタールとか1.5ヘクタールの区画は作ってましたね。あ<ー>でもそれをその2ヘクタールを4日とかああ中牧のやり方だね。うん、うん、でボウボウになってつるつるになって。そうするとだからあれ初日と2日目と3日目とやっぱり採食量が変わっちゃうよね。 おっきいあのー、最初の日はいいけどみたいなでねであんまりちょっと行きたがらなくなるしさでプロジェクトやってからそういう細かく分けてさらにそうですね植生の調査も全部自分で歩いて普及員と一緒に、うん、でどんな草がってっクローバーがどんだけいるかとかあ<ー>そうのも全部見てうん あっっちちはすげえ伸びてる、こっちは全然ないねとかあ<ー>あ場所場所で、うん、あの土壌を取ってうん、土壌,土壌診断してね何が違うのかとか全部調べました結構酸性っぽかった最初は酸性、めっちゃ酸性ああもともとうちの土地じゃなかったところでお隣さんだった牛舎と土地を買ってでその周りも丸々全部放牧地にしたから 以前が再してたのもう4点いくつとか5ぐらいとかうちもそうだった最初それはやっぱりタンカルとかそういうのを巻いてしかないですもんねうんうんもう単2 0 0キロぐらい巻いてた最初の頃一列っていうか直線1回いったら終わっちゃうんだよね 全開 <laughs> にして <laughs> うんまあそういう時期も必要だよね <laughs> でももうお金がなさすぎて<ー>で肥料買うとかその石灰買うのもすげえ考えましょうねああ<ー>っ1 0 0とかもっと入れろって言われてたやつがやこんなに買ったらこれ払えねえよみたいなそういう,う,で,うでもそういう制約はあるよね うん、でもやらないとどうもますやってどうでしたやっぱり食い込みとか草の感じはだいぶ変わりましたどうなんでしょうね、うん、食ってるから変わってるんじゃないですかね数字は上がりましたよねうん、うん、やっぱあれやんないとやっぱペ,レペレとかもなんか定着しないよねうん、うん、ある程度、うんじゃあ結構最初の頃大変だったんだね 入ってきた。あんまり、なん苦なてあんまくないですけど。めちゃくちゃでした地獄の底の、またそこを見たっていう感じだよね。<laughs> だからまだ今の新規収納者なんかちょっと苦しいって、1年ぐらい苦しいって言ったって、<laughs> うん、そこまで苦しくないから、まだ頑張ればなんとかなるよね。うん、全然イージーでうん。いや、これだけやっぱり餌とか上がって、うん、肥料とか上がってもまだイージーな感じ。 うん、今年の牛の値段下がってるじゃないですか、ねうん、で計画で285万だったから、うん、で実績が今の時点で180万でした、うん、で割と年の前半で、ま、だ安落ちきる前に売れてたから、うんうん、100万ぐらい今マイナスしてる感じでしたそれでもね、うん、でもあれだよねやっぱり。 あの秋海とか多い人は大変だよね、はい、おそらくね、うん、放牧している人って割とは春海多いからさまだ比率的には、うん、まあ季節繁殖までいかなくても、うん、ね育成上がってくるやつは春海しようとかそういう風なあれでやってるから、うん、まだいいかもね、うん、餌代の上昇とかはそんなにあれですかあのこうやってこれだけ放牧してタンパクとかは放牧草で満たされてれば。うん そんなには影響ないですか。でもまあ単味で頼んでてもまあ上がってるもんね。うん、うん、コーンと大麦とかって言ったってそれはそれで上がってるし、あれと安定基金とかないからモロになっちゃうもんね。モブってね。うん。 でもやっぱり放牧すればそういうタンパク系の餌やらなくてもいいからやっぱりバランス取れればうんどっちかっすよね答えがね値段が下がってなったらもう牛乳しか収入伸ばせるとかないんだったらうんちょっと増やしてることしは何,何トンぐらいで着地しそうなあれなんですか例年通りぐらいですじゃないですか去年より わすごいっすね。そんな、あれ、生産抑制してないな、それじゃあ。生産抑制。組合わがいいから。そうや、でも結構みんなそうだね。あっちのレモイは100万切ってるから。うん。普通に絞れて言われてる。ーああ。300トンぐらい、毎年。 そんないかないかですよ。いいったらいいで,す、ね、でもそれだけであれ車7台も8台も所有できるだけ儲かるからいいよね6台7台軽トラも入れたり、10台ぐらい9台九台だか二2 6十トンで、うん ね、そうやって車8台持てるんだからさやっぱ放牧はすごいよねハンドル貨物車ですか、ね、うんいやでもハイラックスは貨物車に入ってるのへえー、ハイラックスだって2台持ってんのはすごいよねハンドラもこの間持ってくる、うん、あれも貨物ですからねうーん,ねうーんまああれだよねほんとそういうのを経費で落ちるのは助かるよね、うん うんまあ毎年車検だけどそんなに車検代かかんないしね。うん、うんねお前うるさいよそう。高原先生に挨拶しな黒沢を取ってる人なんだよ。<laughs> <laughs> <laughs> なんか反応してたもんね。<laughs>